ございます。今日私たちはですね、はい、花畑広場にやってきてます、はい、もうね、はい、お天気がね、久々にこんなすっきりとした晴れ模様になりましたね。本当に雲が一つ見えないようなね、本当いいお天気でございますよ。はい、はい、そしてですね、こちらでは今日と明日の2日間県南フードバレーフェスタというですね、はい、あの食のイベントが開催されているんです。そうなんです。県南フードバレーというのは、まあ、あの熊本県南をですね、まあ、本当にもっともっと眠っているものをどんどん引っ張り出して PR していこうという、とにかく美味しいものがですねたくさん集まっているという、あの店舗数はおよそ50店舗なんです。そうなんです、だからこの後10時からなので、ね、うん、とても賑わうと思いますけれどもね。はい、はい、まあ、そしてね、あ、どうもおはようございます。さあ、そしてこちらにですね、特設ステージがあります。こちらが実はですね、この後10時からくまモンの誕生を祝うくまモン誕生祭の誕生会ステージが行われるということになっております。はい、はい、そうなんです。このくまモン誕生祭は今日から3日間行われるということで、各地でまあね行われるんですけど、本当にこう街を上げて、まあ、県を上げてお祝いムードね満載という感じですけれどもね。くまモン食ももう満載なんですけれどもね、県内 ね、 ね、はい、はい、でもそろそろねくまモンが来てるはずなんですけど、ああ、ええはもうくまモンさすがに上にはいなかった。はいはい、くまモンイエーイ、おめでとう、イエーイ、すごい、ということで、はい、くまモン来てくれました。何歳や、いやいや、熊言ってみろ。本当今日もくまモンのためにたくさんの人来てくれますよね。本当楽しみにしてますよ、ね、今日ですね、朝もう6時台7時台からねずっとねくまモンのお誕生日祝うために待ってくれてますから、はい、じゃあですね、まあ言わずもがなではありますが、くまモンのこれまでの活躍をですねちょっと一緒に振り返っていきたいと思います。 VTR ご覧ください。2010年3月に県の PR キャラクターとして誕生したくまモンですね。ゆるキャラグランプリの初代王者になりまして、もう人気爆発でございました。はい、もう番組もやったね、ねえ、何でもやってます。であのもちろんね、日本国内だけじゃなくて外国にもね、そうですね、いろいろ行ってますよ。で歌舞伎にチャレンジ、すごいすごい、はい、そうそう、ね、本当なんでもできる、なんでもできるね。本当に好奇心を持って、なんか無駄遣いの態度。くまもん、あのね、今年度でまあいろいろ楽しいことあったと思いますけど、なんか印象に残っていることは何ですか？いっぱいあるからね。はい、うん、おいしいだ。はい。おー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 おいいね。これはお姉さん。これですね、鈴鹿サーキットでデモ走行を、はい、させていただいたので、それをですねちょっと今クマも乗ってますね、バイクに、はい、さっきちょっと映像出ましたけどね、はい、あれクマモンキーですね、クマモンキーですね、クマモンキーっていうのをね、すごいうまく乗ってましたよね、プロでしたよ、もうね、いや本当に姿勢がいいね、そしてね、乗る時の姿勢がこうね、背筋が伸びとね、何やってんの、かわいいからね、いいじゃないですか。じゃあちょっとね、あの、まあ、新しいまたね、あの年迎えますね、こう誕生日ですから、ね、なんかこうやりたいこと、目標、ここ、ね、目標ね、うん、やってみたいことなんですか、うん、はい、考えて考えて、うんうん、僕も行ったことない、うん、あ、国ね、いろんなところに行って、おお、そして、うん、熊本城ね、熊本の PR をしていきたいということをですね、はいはい、言っています。いや、素晴らしい、たくさんの人に、ね、熊本に来ていただけるようにね、近づかれたね、いや今年はほらリオとか行くんじゃないの、ひょっとして、ねえ、まあ、分からんね、まあ、ね、分からん、行ってみたい
たいよね、でもね、いろんなとこ行ってね、一緒に行く、連れてってくれる、なんだよそれはちょっと自前で行けね、行くときは自前だね、あ、わかりました、はい、ありがとうございます、ということでね、あの番組の後半ではくまモン誕生祭のステージイベントと、それから同時開催の県南フードバレーフェスタの様子じっくりお伝えしますよ。すごいでしょう、はい、花畑広場大変にぎわっております。もう10時から始まって、もう相当人がね増えてきちゃって大変なことになってるんですけれども、はい、くまモン誕生祭盛り上がっています。くまモン誕生祭と同時開催しております、県南フードバレーフェスタのですねグルメを、この後紹介したいと思いますので、お楽しみに。はい、今日はですねくまモン誕生祭、そして、県南フードバレーフェスタの会場があります花畑広場に私深瀬知性がやってきております。もうねたくさんの人で賑わっているんですけれども、県南のねすごいでしょ、グルメがたくさん並んでいるんですけれども、カメラさん私のこと見えますか、どうも、見てください、これですね、まず一つ紹介します。水俣芦北つなぎの漁業協同組合さんがですね、かき小屋今日花畑広場で出されてます。街中でかき小屋、すごいでしょ、すごいよ、ね、はい、これですねカゴにいっぱい1キロ入ってるんですけど、こちら1500円で、食べることができます。はい、しかもねお持ち帰りもできるということなんですけれども、はい、今焼いてもらってるので食べたいななんて思ってるんですけど、まだ焼けないですか、まだ焼けないみたいですね、焼けてますよ、焼けてますかあ、もう開いてる開いてる、ほら白こぼすなよ、私は滑るな、滑るな、あ、シュル、はい、見えます、見えます、見えるよ、熱いよ、うわ、あんたすごいね、熱いよ、本当もんね、本当ね、うわ、熱い、うん、そうだろうね、はいはいはい、もうね、とりあえずもうたくさんあるんでいっぱい紹介したいと思います、このね、味教えろよ、たくさん、うわ、この野郎、はい、でね、陽平さんはというとですね、くまモン誕生祭の副に抜擢されてまして、あの私一人で今からリポートしますんで、頼むよ、はい、先輩は働きますよ本当に、はい、あ、なんかいい匂いがしたんでちょっと寄りましょう、はい、はい、唐揚げですか、はい、これ唐揚げ天照さんですね、八代からですよね、これはもうやくらしいよね、ねえ、揚げたてですよ、おどらんでいいよ、いらない味の方が、でも美味しいですけどね、はい、私ね、このね、デコポン唐揚げがすごい気になるんですけど、今年はこれで日本に取りますから大丈夫ですよ、大丈夫、心配しない、心配はしないです、早く、ちょっと待ってね、はい、あの、早く、早く、早く、ちょっとね、じゃあ、もう、すみません、こっち生放送やってるんで、もうそんなパフォーマンス、うわー、すごいパフォーマンスですね、何、何かけたの、お父さん、早く食べます、ごめんね、お父さん、食べれなかったね、ごめん、ごめん、食べれなかった、あのね、ちくわなんかもあったりとか、はい、JA 芦北さんのブースもありますよ、まあこういうね、こういう食べれない時もあるんですよ、はい、あ、どうも、あ、高校生、どうも、おはようございます、今日は南稜高校と八代南稜高校です、わー、今日は皆さん何科ですか、食品科学科です、食品科学科、今日はどんなもの出されてるんですか、今日は人参ジャムやパウンドケーキなど、人参キャロットジャム、はい、と、こちらは学校で作ったトマトケチャップと万能タレ、美味しいですね、みんなが売ってるからもう今日どんどん売れちゃうんじゃないですか頑張って PR してくださいね、はい、もうね、ちょっとね、人がいっぱいでこれ以上進めないという感じなんですけれども、はい、陽平さんも3日間ステージのね司会で頑張っていらっしゃいます、はい、
見えますか。はい、ですね、この県南フードバレーフェスタ今日から、明日まで開催です。そしてくまモン誕生祭なんですけれども、今日から3日間開催されます。さまざまな、ね、場所で行われますよ。特にですね、感謝の集いふれあいステージが鶴屋の、東館7階で行われるんですけれども、そちらではですね、くまモンの、ステージイベントを楽しめます。3日間当日席が100席追加ということになりますので、皆さんお早めに、そして詳しくはホームページをご確認ください。そしてちょっとね、長く話してますけれども、くまモンからプレゼントもらいました。くまモンの今年の感謝祭のですね、ステッカー5色を1組にして5名様にプレゼントします。ご覧の宛先までご応募ください。さあ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 、このね、県南フードバレーフェスタ、なかなかない機会ですので、明日までですから。そしてくまモン誕生祭は3日間やってます。一緒にくまモンお祝いしましょう。以上、花畑広場からでした。